忍びというのに圧倒的な力の差を思い知る必要があるはず。あったらなおさら中忍試験を受けさせたらいいじゃない。もしその厳しさにボルトたちが潰れたらどうする。ああいたいた。そんなことはできない。花火聞いてよ、このハマルちゃんの話。わかります、このハマル先輩、ボルトに何かあったらと思うと私は心配で心配。言うなら実は俺もって言われる方が嬉しいんだ。これナルト兄ちゃんから預かった大事な大事な弟なんだ。これ先輩がそこまでボルトのことを過保護で結構。そうだそうだ、先生お願いします。ま、この話は今度シラフの時。いや私は酒は。先生はボルトが可愛くないんですか。いやそうじゃ。先生がお酒飲まないのって確か。ああ何、シノの虫が暴走してるだ。中忍試験について話し合ってた。これからそっちに行くってばよ。